ダリア・ビタリエブナ・ピシャルニコワは、円盤投げを専門とするロシアの女子陸上競技選手。日本語ではダリア・ピシャルニコワと表記されることもある。アストラハン州アストラハン出身。兄のボグダン・ピシャルニコワも、円盤投げの選手で、弟のキリル・ピシャルニコワはバスケットボール選手である。ジュニア時代の2001年には、世界ユース陸上競技選手権大会に出場して、銀メダルを獲得。 2004年世界ジュニア陸上競技選手権大会でも同じく銀メダルに輝いた。2006年ヨーロッパ陸上競技選手権大会では自己新記録となる 65m55 の投てきを見せ金メダルを獲得、世界のトップアスリートの仲間入りを果たした。大阪で開かれた2007年世界陸上競技選手権大会では自己ベストを更新する6 5ル7 8を 記録しし銀メダルを獲得したそして2008年の北京オリンピックロシア代表に選ばれたが2008年7月31日にピシャルニコワは他のロシア代表の女子選手と共にドーピング違反の権威をかけられ競技を中断せざるを得なくなった。同年10月20日ピシャルニコワは薬物違反があったと認定され他の6人のロシア人選手と共に2年間の 出場停止処分を受けた。また、世界選手権の銀メダルは剥奪された。2011年に競技に復帰し、韓国、テグで開かれた、同年の世界選手権に出場したが、11位に終わった。2012年のヨーロピアンカップ、ウィンタースローイングでは2位に入賞し、同年5月には 67m00 をマークし、自己ベストを更新した。 IAF ダイヤモンドリーグの一戦、プリフォンテーンクラシックでは、サンドラ・ペルコビッチに次いで2位となった。ロシアの国内選手権では、2012年冬季最高記録となる70メートル69のパフォーマンスを見せ優勝。ロンドンオリンピックでの金メダルも見えてきた。そしてロンドンオリンピックでは69メートル56を記録し、銀メダルを獲得した。しかし、 2012年5月に採取した検体から、アナボリックステロイドのオキサンドロロンの陽性反応が検出された。世界アンチドーピング機関の検査結果が発表されると、国際陸上競技連盟は一時的に出場停止処分とし、2013年4月30日、ロシア陸上競技連盟は10年間の出場停止処分を言い渡し、同時に2012年5月以降の記録抹消も、 宣告されたためオリンピックで獲得した銀メダルを剥奪された。種目はすべて円盤投げ。ありがとうございます。